おっそっす、ちはやだよ。マリオメーカーやっていきましょう。マリオメーカーをやる前にちょっとした小話。ちょっと調べてみたんですけど、お父さんの身長足す、お母さんの身長足す13。先にしてもらって計算、割る2してもらって足す2すると、だいたい自分の身長になります。男の子の場合は。ちょっとやってみてください。さあ行きましょう。クリア率 0.03% の、スピランですね。こちらツイッターでいただいたコースです。4月の27日にいただいたコースですね。じゃあやっていきましょう。 OK、 さあ参りましょう。中身を知っちゃってるんですよね。でゴール手前まで行ったことがあります。もうそこら辺までは練習してあります。でもね、そう簡単にはクリアさせてくれないでしょうね。昨日夜、そう、撮影できない時間帯に、ゴール付近までは行ったんで。いけるかな、今日。やっぱあんま深夜帯はね、動画撮れないんですよね。あんまりうるさくできないっていうか、まあ、近所迷惑っていうのもあるかな。あと夜、ゲームしちゃうと寝れなくなる。いや、寝れなくはならないんだけど。体にはね、睡眠には良くないからね、とかね。まあやってたんですけどね。さあ行くぜ、ぬるりと。ほっ！あっぶね、上のトゲにね、地味に当たるんだよね。やべやべ。落ち着こう。オッケー、大丈夫。ふぅー、セーフセーフ。で、ここが俺一番嫌いなんですよ。Pじゃね。うわー、トゲの上に着地しちゃった。よしよし。今度は余裕ありますね。さあ問題のPジャンなんすけど。よしよしよし。できたできた。わーわー。セーフ。でね、こっから割とこのコース難易度が下がるんですよね。ありがたいことに。後半ちょっとシリスボムんで、割と、ゆるりといける感じです。時間も90秒スピランほどではないんですよね。で、こっからヨッシーは捨てちゃいます。まあ、下に落とすのは忍びないんでね。あそこに置いといてあげるって感じですかね。この辺でね、ちょっとヨッシーが邪魔になってくんですよね。連れていくと。入った。さあ、時間に余裕ありますね。落ち着いて降りて、さあ、ラストですね。いきますよ。ほっ！よいしょい！オッケー！わあ、お疲れ様でした。さて、こちらもツイッターでいただいたコース。5月の5日、子供の日だ。ゴールデンウィークだ。ゴールデンウィーク何やってたかな？俺ずっとマリオメーカーやってたんじゃないかな。おっと、今でもマリオメーカーやってるからな。これ来年もきっとやってんだろうな、俺のことだから。なんか、ブロックありますね。うわ、厄介だな、おい。ふわっか！強引に倒していく。へい。あ、ダメだ、これ無理だ。よく耐え忍びますよね。ハンマーブルースが倒せないはずだったけど、倒せちゃいましたね。これどうする？あ、足場ありましたね。そうだね。急に向き変えるよね。そうですよね。いや、真ん中入った。神かな。神プレイ出ました。いろいろと神ってんなぁ。嘘、そこで食らうのか。そういえば、流行語大賞が神ってるですよね。じゃあ、こちら行ってみますか。ザ・レッド・メ・ナース。あ、
うわわわ。うん、あ、上か。え、めっちゃむずいじゃん。いけたね。間に合うのか。あ、間に合った。すげえ。走ってっていけるんだ、これ。え、天才的だな、マジで。すげえ。あー、落ちちゃったよ。この辺はまだいいよ。あそこめっちゃむずいぞ。オッケー。よし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 。ふぅ。死ぬんじゃん。倒すんだ。壊すんだ。こいつは倒すんだよな、普通に。あ、なるほどね。倒すと鍵が入ってたのか。オッケー、お疲れ。じゃあこちら行きましょうか。注目コースの上から2番目、アイスケーブ。さあ、楽しませてくれそうな、題名、アイスケーブ。こう行くの？え、やったら難しいんだけど。やったら難しいけど。よいしょ。そうだよね。しかも最後大ジャンじゃねえんだよな。しかも初代なんだよね。オッケー、行きましたね。対応していく。オッケー。こっちから行ってもダメじゃん。え、これ行ける？行けるの？ですよね。え、あれどうすんだ。あ、そっか、行けるじゃん。そうじゃないとルートないもんね。でもここが難しいな。オッケー。で、走って右に行って、オッケー。ほっ。よいしょ。ほっ。オッケー。これは被るのか？メモって、こうだ。よしよし。ほっ。キノコ。あ、メタルマリオ。なるほど。でも戻ってこれねえな。戻れねえな。これは飛んでる間にピョンと行って、ふわー届け、危ねえ。一気に行く。中間ありますね。じゃあ左行く？おっとっとっと。スピードが大事。逆ベルト。真ん中入り。真ん中入り。うわ、ミスった。キランキラン音がする。メタルの音がする。これ結構難しいな。オッケー。はい。オッケー。左飛びだよな。普通に考えてな。あ、全然大丈夫だったね。なんかが落ちてくるわけでもなし？乗れる？これでも。乗れなくない？こうか。あー、しまった。ああ。ほほ。最初の3つはこんな感じの流れで行って大丈夫だけど、ここは早くだな。よし、オッケー。得意なはずなのにな。やたら時間かかったし、しかも、ショートカットできたんですよね、今のとこで。さあ、中間いただきました。P！これは踏んでけってことだよな。当然な。ほっ。よーし。いけました。じゃあ、とりあえず真ん中行ってみます？今、いろいろ示してくれてましたよね、でもね。ほっ。死んじゃったー。じゃあこれで、あ、これは勢いで行った方が良さそうだな。はっ、着地か。一旦降りるんだ。うわー、むずい。あぶねえ。よし、強引だけど突破したぞ。行くべきは右なのか。はいはいはい。下に降りて良さそうですね。でもって、まあミスってもやり直せるよと。はい、やり直せるよってなった瞬間急に簡単になる。でも最後で食らう。で、
おー、ゴールだ。お疲れ様でした。お疲れー。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アディオース。